疲れ様です。これを撮ってるのも朝7時、スタイリスト純太です。そうなんですよ、ちょっと朝っぱらから撮ってるんですよ。私結構夜をメインに撮ってたんですけど、ちょっと朝方に切り替えまして、まだちょっと寝起きなところが若干見受けられるかもしれないんですけど、恐れ入りますがご了承ください。はい、ということで今回ですね、私自身が買ったスーツカンパニーのジャケットについてご紹介をしていきたいと思います。はい、以前ですね、夏にご用意したスーツカンパニーのジャケット、あちらもちょっとご好評いただきまして、秋冬のものもやってくださいっていうご意見がございましたので、実際に私が今着ているんです。はい、こちらですね、こちらが今期購入したスーツカンパニーのジャケットです。これ一見ただのグレーに見えるんですけど、実はブラウンのウィンドペインチェックが入っているものなんですね。実際に以前も紹介した通り、スーツカンパニーはコスパ最強のブランドと言っても過言ではありません。実際にこちらのジャケットの良さをこれからちょっと語らせていただきたいと思います。はい、ということで今回ですね、ご紹介するのはこちらのグレーにブラウンのウィンドペンが入ったジャケットです。はい、このジャケットですね、まず1つ目、いいところはレダーの生地ですね。先日ご紹介したのがカノニコ、本日ご紹介するのはレダー。このレダとカノニコは非常にコストパフォーマンスが優れたブランドとして以前から語らせていただいているわけなんですけど、イタリアのビエラ地区というところにある生地メーカーの一つなんです。レダとカノニコはほぼ一緒なんですけど、一貫して糸から生地までを全て作るメーカーとして有名なんですが、その分コストパフォーマンスに優れるっていう話は以前もされていただきました。そしてこちらのレダの生地に関しても同じなんですが、カノニコより少し値段が安いのがポイントです。どちらかというとレダの方が機械で作ることが多くてですね、その分カノニコよりはちょっと安く、まあ2000円とかそこら辺の違いなんですけど、ジャケットで言うとカノニコが2万8000円でレダが2万6000円っていう形ですね。そしてこれを選んだ理由としては、グレーにブラウンのチェックってめちゃめちゃ珍しいんですよ。ブルーとかブラウンのチェック、そういったアズロエマローネというパターンはよく見るんですが、グレーとブラウンは私自身オーダーとかで見ててもあんまりなかった生地なんですね。それがちょうど規制で用意されてて大体2万6000円だったので、これはちょっと買いだなと思いました。でかつ今みたいに、まあ、ただの T シャツと合わせてもいいですし、ブラウン系のカーディガンとかネイビー系のカーディガンとかでちょっと落ち着いた雰囲気にしていただいてもよろしいかと思います。ブラウンは今季も継続したトレンドの一つなので、グレーにブラウン、ちょっと大人っぽいクラシックな柄、まあこういったものは一つあってもいいんじゃないでしょうか。コーディネートって一番大事なのが色の合わせなんですよ。なのでこのブラウン系のチェックに合わせてブラウンのコットンパンツ、そういった形で統一感を出してみたりだとか、まあシンプルにデニムに合わせて、まあ、T シャツにカーディガンのようなコーディネートでもいいですし、こちらはブラウンが結構目立たないんですよ。なのでただの単品のグレーのジャケットとしても使い勝手はすごいです。スーツカンパニー店頭とかで一回着てみていただいて、ちょっと着比べていただければ面白いんじゃないかなと思います。一応私が見たところだと、ブルーブラウンのこの色違いの生地と、グレーとブラウンのこの今私が着ているもの、他にもレダの生地だとブラウンとかグリーン系のシンプルな無地のジャケットとかもありましたので、まあ、見てみていただければ面白いんじゃないかなと思います。以前までスーツカンパニー、確か 4,5 年前ぐらいまでですね、ハリスツイードのジャケットだったり、2年3年ぐらい前まではカノニコの生地のジャケットっていうのもあったんですが、今はもうなくなりました。なんでかっていうと、生地ブランドがやっぱり値上げで値上げの時代なので、だからこそちょっと値上げに追いつかず、今レダの生地だけとなってます。それでもこのレダーの生地を使ったものって他ではほぼラインナップはされてないので、コストパフォーマンスに優れたジャケット、こちらのレダーぜひおすすめしたいと思います。はい、ということで秋冬のスーツカンパニーのジャケット、値段の面でも品質の面でもおすすめではあるんですが、おそらくこれセールにかかると思うんですよ。リンクは貼り付けておくんですけど、様子見ていただいた方がいいかもしれないです。今後セールで例えば 20% オフ、 30% オフっていう時期がこれから来ると思うので、その際には私がまたちょっとお知らせをしたいかなと思います。ということで本日の動画は以上となります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。
よろしければチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。